よ、お待たせ。ちょうど私たちも今着いたところよ。一応通りがかったところにいた魔獣はみんな討伐したわ。キリト君、お疲れ様。アスナもな。アスナったらバーサクヒーラーっぷり発揮してくれてすごかったのよ。おお、さすがアスナ。ちょっとリズ、恥ずかしいじゃない。ねえねえ師匠、稽古つけてよ。さっき魔獣と戦ったんだけど手ごわいやつがいてさ。次の動きが決まり時間ができればな。遊びに来たのではないのだぞ。はーい師匠。手っ取り早く聖騎士になれるような指導をしてって頼んだのに。その要求自体が理不尽なものだとなぜ気づいてくれないのだ。師匠、二人の連携で強い魔獣を倒したのでご褒美を要求します。お前たちは師弟関係という概念を根本的に間違って捉えているようだ。よし、それじゃあ村で情報を集めよう。あ、そうだな。一体どうして。それで。行こうか。そして再び魔獣の情報収集のため村へと戻った。いいですか。
わかりました。よろしくな。お疲れ様。お疲れ様。と手強い相手だ。大丈夫かな。行くぞ。君と一緒だ。きっと勝てる。はい。
優勝任せて、優勝任せて、行くよ、次頼んだよ、止めた、すごいよ、終わったな。お疲れ様。報告に行こうぜ。俺たちは魔獣の討伐を終えたことを村の住民に伝えた。住民たちは例の魔獣がいなくなり安心したようだ。閉ざされていた家々の扉は開かれていった。ありがとう。どういたしまして。そして俺たちは再びいなくなった子供たちの情報収集に戻ることとなった。とりあえず行ってみましょう。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では近衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると？いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるよう近衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人が近衛兵に詰め寄っているのさ。なぜ近衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか？わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか？それはもちろん分かっています。ですが魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか？貴様何者だ？私は集権士として魔獣退治に協力しているものです。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか？迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。我々には何の責任もない。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々近衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか？いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か？
いえ。あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか。メディナ。メディナだと？もしお前、オルティナノスケの小娘か。なぜ私を知っている？我が弟は修剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級修剣士になったというではないか。欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが、非常に不愉快でな。貴様の名は一度聞いたきり忘れなかった。こんな場所に一体何をしに来たというのだ。オルティナノスケのものと同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級修剣士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち合いならば場所を変えてお受けしますが、どうしますか。何？おや、まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか。そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か。おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間？それはそうと、キリト、カラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが。なあ、俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ。心配しなくても、みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。なんでしょうか。子供たちは私たちで探します。本当ですか。しかし、あなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし、問題ないわよね。そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございます、みんな。それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。